広島ドラゴンフライズアンダー15、そして B リーグのユースの皆さん、今大会での活躍、素晴らしいプレーというものを期待しています。皆さんの中から将来の B リーグを背負って立っていく、そんな選手が出てくることを願っています。頑張ってください。